はい、どうも、アトイス。今日はですね、日曜日に行われますマイラーズカップの最終見解と、裏にあるフローラステークスの予想をしていきます。一晩考えた結果、こんな感じの終始になりました。まあ、本命はね、やっぱり、セッションにいたしました。で、対抗がトゥードジボン、マットはセリフォス、まあ、新たにね、トランキリテ入れて、まあ、アナウマがソーバリアントとなりました。まあ、ただね、天気がどうやら日曜日雨降るみたいなんで、まあ、極端な前残りではまあなくなったのかなってのが僕は思いますね。とその前にまずこちらをご覧ください。まず今週のブログですね、日曜日分、もちろんマイラーズカップとフローラステークスの予想をやっていきます。じゃあ結果はどうなってるんだってお話なんですけども、東京スプリントですね、本命5番人気ジャスティン1着で先出しで単服馬連的中いたしましたよと。で、桜花賞ですね、抑えの馬単ですね、まあツイッターの方でつぶやいて、なんとか12級の馬単のみ、的中いたしましたよと。で、中山グランドジャンプですね、まあ色ごとしの単勝をですね、まあ 12.2 倍ですけど的中して、まあアンタリスステークスもね、まあなんとか本命スレイマン2着来て馬連 24.2 倍を的中することができましたよと。じゃあこの紙ブログはどこにあるんだってお話なんですけども、概要欄からぜひご登録をお願いします。まあ、いつも通りですね、概要欄にブログ貼っておきます。こちらなんとね、無料になっておりますので、ぜひね、ご登録お願いいたします。必ず皆様に有益な情報をお届けいたしますので、ブログのご登録をお願いいたします。はい、では詳しく解説していきます。はい、セッションですね、まあ、本当にね、ババが悪くなかったら、パンパンの両ババだったらめちゃめちゃ自信やったんですけどもね、ババがね、若干悪くなるとね、外差しがね、結構効くようになるんですが、じゃあかといってね、外差しになった時に何を本命にするかって言われても特にいなかったので、まあ、前回言った通りですね、まあ、関西圏では抜群の安定感を誇るセッションでいいかなと。まあ多分ね、人気もそんなしないでしょうし、で、先行馬に坂井騎手ですよね。で、展開的にもね、結構向くでしょうし、まあこの A 案が大外行ったんで、まあ素直に番手、まあなんなら逃げてもいいですし、そのくらい取れれば、十分やれるんじゃないかと思いますね。で、対抗がトゥードジボンですね。まあ単純にね、1枠1番前行く馬で、多分この馬とセッションと、まあ、A 案がもしかしたら行くかもしれないんですけども、まあこの3頭がね、まあ楽に、共に逃げれたらいいんじゃないかということですね。まあ1枠1番の先行馬は熱いよと。で、セッションをね、結局3番手まで落としました。まあ理由は何個かあって、まずね、まあ、川田騎手、中内田厩舎、G2 で、まあ、勝率はね、50% あると言いましたが、なんかね、調教師というか陣営が安田記念の叩き台みたいな雰囲気を出してるんですよね。だからね、すごいなんか、ちょっと嫌な予感して、だったら素直にね、安田記念で買った方がいいかなとも思って、まあ、川田騎手はね、まあ、ちょっと、なんて言ってるかね、G1 じゃないんで、インタビュー動画ないんで、わかんないんですけども、ちょっとその辺が不安ですよね。まあ、あとね、ちょっとここ最近、まあ、2走もね、もしかしたら若干衰えてる可能性があるっていうことで、まあ、白三角にいたしましたよと。で、まあ、トランキリテ、土曜日の、昼頃に撮ってるんですけど、なんかすごいね、単勝ぶっ込まれて、なんとね、4.9 倍まで落ちてるんですよね。まあ、普通だったらね、こういった過剰人気馬って外すんですが、まだね、これはあくまで前売り段階なんで、全然最終決定じゃないんで、まだまだオッズが、間違いなく上がるわけですよね。で、ここ最近ってね、そういったなんだろうな、前日にぶっ込まれた馬って結構ね、やっぱ来てるわけですよ。で、かける側もね、それは情報がある程度入ってたりね、自信がないとかけないんで、何かしらね、間違いなくいい情報をその方は掴んでるからぶっ込んだと思うんですよね。で、実際ね、まあ日曜日雨が降るとなったら、まあこの馬にはね、もう完全に向くわけですよ。で、2走前ね、重馬場で買ってて、で、前走はですね、これ両馬場なんですけども、かなり馬場が悪くて、外差しが効きましたよねってお話で。で、そうなったら、まあ、やっぱりトランキリテは買わないといけないのかなとも僕も思いますね。ってことで、4番手です。で、ソーバリアントですね。まあ、正直ね、まあ、印打っても打たなくてもどっちでもよかったんですけど、一応ね、まだまだ人気がないんで抑えますけども、なんかね、いろいろ調べたところ、まだ馬体がちょっと太い感じがしてるみたいで、どうかな。僕はね、500前後だったら買いたいんですけどね、510ぐらいで出てきちゃったらね、まだ僕は馬体が太くてね、どうなんだろうな。また安田記念の叩き台なんでね、まあ池添騎手ね、乗せてきてるんで本気度は高いと思うんですけどもね、やっぱりね、改めて考えたら2000メートル以上の方が結局いいんじゃないかと僕思っちゃって、
なんでこんなマイルにひたすらこだわるんだろうっていうのがやっぱりね、ちょっと僕の中ではありますねってお話で、でまあソウルラッシュのお話なんですけど、まあ皆様もねもうご存知だと思うんですけどね、まあ、津山騎手が残念ながらね土曜日落馬してしまいまして、なんとね土曜日全部乗り代わりになってしまいました。ってことはおそらく日曜日も乗れないんですよね。で今ねこれ土曜日の昼に撮っててね、騎手が誰に乗るか決まってないんですけども、そうなった時点で嫌ですよね。というよりも松山騎手同行よりモレイラ騎手から乗り換わるっていうのがもう正直変えないんですよね。たとえどんな騎手になろうが、ルメール騎手とか乗ろうがっていうお話で、まあ、またね、ジョッキーが誰になるか編集中に決まったらね、記載しときますが、単純にね松山騎手同行よりモレイラ騎手からのね乗り換わりっていうのがきついと思いますよって感じですね。はい、ということですね。マイラーズカップは以上になります。で今週はこちらのレースもございます。はい、裏のフローラステークスですね。正直僕はこっちの方が自信あるかもしれないです。なぜかと言ったら馬場傾向がすごい分かりやすいからです。はい、では詳しく解説していきます。はい、まず狙いたい穴馬、多分本命ですね、エルフストラックですね。まずこのフローラステークスっていうのは、まあ、東京競馬場ですね、開幕週です。で毎年内枠の逃げ馬先行馬がめちゃめちゃ強いレースなんですよ。で土曜日のですね一番最初の芝のレースも結局ね逃げた馬がそのまま残りましたよと、間違いなく前有利なんですよ。てなった時にまあねバロネッサはちょっと人気しそうなんで、まあ3枠4番に入ったエルフストラックがいいんじゃないかと。で安城もね、まあ、先行馬乗るとうまい横山和夫騎手ですし、まあ、前走もね重賞で掲示板来てて、まあ、他にね今回重賞で、まあ、馬券内入ってる馬がいなくて、唯一ねこのエルフトラックだけが、まあ、重賞で掲示板内入ってるわけですよね。で勝ち馬から 0.2 秒差ですよと。まあ逃げたらかなりしぶといと思いますよ。まあ、この馬のね単服にちょっと突っ込んでもいいかなと僕は思ってます。それぐらいはい、前残りのレースなんで自信ありますね。まあ、ただね、そこには、ま、この1枠1番、まあ、絶好枠に入ったね、バロネッサがいて、まあ、前走はですね、まあ、東京の1008ですけど、先行から突き放して勝ちましたよと。まあ、ルメール騎士からのね、乗り換わりなんですけども、まあ、やっぱりね、この枠に入ったからには買わないといけないと。で、あとね、まあ、前行くって言ったら、雪割桜が、まあ、この馬がね、もしかしたら逃げるのかな？まあ、ただね、7枠11番なんで、まあ、無理やり花切ろうと思えば切れるんですけど、もしかしたらね、まあ、このエルフストラックに遠慮して、まあ、控えるかもしれないんで、まあ、もしね、この雪割桜が内枠切ったら、この馬本命でもよかったかなってお話で、まあ、あと前行く馬が、このクリスマスパレードっていう馬ですか？どうかな？もう基本的に本当にね、もう内枠か前行く馬買えばどうにかなるレースなんで、本命のエルフストラックは変わんないですね。一応日曜日のね一番自信のあるレースになるかもしれないです、もしかしたら。はい、オッズもね結構妙味がありそうなんで、まあ今のところはねエルフストラックから、フローラステークスは買おうかなと思いますってことですね。フローラステークスは以上になります。はい、ってことですね。こちらのマイラーズカップも以上になります。で最初にも言ったようにですね、あの概要欄に、先ほどの2レースのブログの予想を貼っておきますんで、ぜひねこちら最終見解になりますんで、概要欄からご登録お願いします。こちらね何度も言わせていただきますけども、なんとブログは無料になっておりますんで、ぜひねご登録をお願いいたします。必ず皆様に有益な情報をお届けいたします。でまあ来週のお話なんですけどね、まあ私、まあ、ちょっと天皇賞にね現地観戦行ってきます。コミュニティのメンバー様とね行ってきますんで、まあ、ぜひ、まあ、ちょっと楽しんでいきたいなと思います。ではこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。